お疲れ様です、土地です。今回はですね、いよいよ来週末公開、超話題作デューン砂の惑星についての予習解説動画作ってまいりました。この映画ですね、なぜ話題なのかについてまずねご紹介していきたいと思います。この作品はですね、原作は1965年という今から50年以上前の作品になります。なんといってもですね、スターウォーズなどの SF 作品だったり、風の谷のナウシカですね、そういった全ての SF 作品の聖書と呼ばれるような原作の映画化だから話題になってるわけなんですね。ですが残念なお知らせがありましてですね、それはこの映画予習した方が100倍面白くなるかなというふうに感じました。それはなぜかと言いますと、僕もすごく楽しみな作品なので、昔映画化されているんですが、それを予習してきました。ですが SF だからですね、もちろん専門用語も多めで、かつその専門用語をですね、こう別名で呼んだりするんですね。他にも家柄による政治話だったりとか、特殊能力が出てきたりとか、非常にですね、いろんな単語が出てきます。ざっと話すと、惑星アラキスが舞台で、主人公ポールがベネ・ゲセリットの子供であり、未来が見える能力があって、メランジの採取をめぐってアテロイド家とフレーメンを支配してたハルコンネン家の因縁がぶつかり合うというお話になっております。ちょっとわからんと思いますよね。この昔の映画版を見た時も面白かったけどこんがらがるなと思って、っていうことはこの新作もですね、きっと面白いんだろうけどもこんがらがる部分があるんじゃないかなと思いました。でもこの映画はですね、一部海外では公開されて試写会なども行われて、めちゃくちゃ評価がいいんですね。続編やスピンオフもすでに制作が決まっております。まさに伝説となる映画が誕生していくわけなんですね。このデューン砂の惑星という映画をより楽しむためにですね、今回は知っておいてほしい情報、それをこの動画でまとめてきました。ぜひですね、チャンネル登録高評価いいなと思ったらお願いします。今回の動画の目次なんですけれども、最初にですね、こんがらがりそうな世界観や関係性を説明した後ですね、この話題作がなぜここまで騒がれるのか、その理由についてね、面白いお話があるのでご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずですね、世界観と関係性、用語と各勢力がねちょっと多いんですよ。まずは時代からご紹介していきましょう。遥か遠い未来ということでね、ざっくりとした紹介ですいません。この宇宙の銀河はですね、帝国によって統一されている、そんな世界観なんですね。そしてさらに、それぞれの惑星に皇家、要はいいお家柄の人たちがそれぞれの星を統治しているという世界観です。主人公のポールというね人物はアトレイデ家という家柄の子供です。お父さんはレトという人物、お母さんはジェシカという人物。このアテレイド家は非常にですね、いいファミリーなんですね。そんな彼らに皇帝から移住命令が飛んできます。彼らがですね、移り住むことになったその星こそがデューンと見せかけて惑星アラキスという星なんですね。主にこの映画の中ではアラキスというふうに呼ばれています。まあ通称デューンみたいな感じですね。この惑星アラキス、この星がめちゃくちゃヤバいんですよ。なぜヤバいのかというと、メランジというスパイスが取れるんです。このメランジというスパイス、麻薬みたいなものと思っていただければいいかなと思います。ただですね、単なる薬ではないんですよ。それを吸い込むと知覚や体が強化される、超能力の引き金になるような覚醒剤、すごいスパイスなんですね。それが取れる唯一の星アラキス、そんなアラキスを制する者がこの銀河を制する、そんな世界観になっています。そしてこの星アラキスを統治する、それを任された家というのがアトレイデ家というわけなんですね。まあこれだけ聞くとやったと思うじゃないですか。そんなすごいスパイスが取れる星を任されることになった、じゃないんですね。そこからがこの映画始まっていくわけです。もちろんそんなアトレイデ家が気に入らない奴らも出てきます。それが今回主に敵対していくことになっていくハルコンネン家というお家柄ですね。まあ非常に言いづらい名前が続くんですけれども、この家はハルコンネン男爵という人物が当主ですね。この人たちはもともとこのアラキスを統治してきたお家柄だったんです。甥のラッパーンというね、まあ非常にこの戦闘力が強い子供もいます。このハルコンネン家はまあ見た目の通りですね、非常に非道なお家柄なんですね。これ今男爵が浮いてるんですけれども、彼非常に肥満体なんですけれども、体の中にですね、浮遊する装置を埋め込んでいるので、こうやって浮くことができるんですね。このハルコンネン家はその極上のスパイスが取れるアラキスをやっぱり取られたくないっていう思いがねすごくあるんですね。まあでも
皇帝の言うことを聞けと思うじゃないですか。なんだけどそこもまた味噌で、この皇帝にも思惑が裏にあるわけなんですね。それによってアトレイデ家とハルコンネン家がぶつかっていく、まさに銀河の支配をかけた争いが始まっていくという映画になっております。まあこれだけだったらまだ良かったんですよ。ただまだ他にも絡んでくる勢力がいるわけです。それがですね、青い目の人たちが登場してきます。彼らはですね、フレーメンという種族なんですね。このフレーメンという種族はもともとこの惑星アラキスに住んでいた先住民の人たちです。そんなフレーメンの人たちはハルコンネン家に支配されてきたっていう歴史があるんですね。まだ他にもあります。それがですね、ベネゲセリットというね組織が存在します。画像はですね、ちょっと昔の英語版から借用してきたんですけれども、まあ難しい単語じゃないですか。はっとね、僕は見ながら思いました。このベネゲセリットは、まあ、いわゆるこう修道会というふうに呼ばれているものですね。理念としては人類のこう理性のバランスを保つ、調和をね保つような存在なんです。女性ばかりの組織なんですが、彼らはですね、先ほど言ったベランジというスパイスで知覚などをですねすごく強化しているんですね。そんなベネゲセリットはですね、この皇家お家柄の婚姻と後輩を管理するようなね、まあ、すごく権力もある程度持っている組織なわけです。簡単に言ってしまえば政治にも関わってくる超能力シスター軍団っていうのもいるわけです。このベネゲセリット、実はポールの母親ジェシカ、彼女もこのベネゲセリット出身なんですね。つまり主人公ポールはベネゲセリットの子供ということで、未来がぼんやり見えるというね、ちょっとした特殊能力を持っているわけなんです。はい、ちょっとね単語が多くなってきたので、ここで一回整理しようじゃありませんか。はい、図解で説明します。惑星アラキス、デューンという星があって、そこにはフレーメンという先住民が住んでいた。その星は非常に貴重なスパイス、メランジが銀河で唯一取れる星なので、銀河の皇帝がですね命令をして、最初はハルコンネン家が支配をしていました。ですがその星を治めるのをアトレイデ家、新しい家に任せるというふうに皇帝が命令をして、アトレイデ家は惑星アラキスに移住するんですが、そこでハルコンネン家とぶつかり合うというお話になっております。その銀河の皇帝たちの世界にはベネゲセリットがちょっとこう政治でいろいろとこう横からいろいろ言ってきたりとか、そういった勢力があります。あとはですね、今回のデューンの映画でどこまで出てくるかは分かりませんが、スペースギルドというね、まあ、宇宙旅行だったりとか輸送とか国際銀行とかを独占しているまた別のね大きい組織も出てきます。結構ねこれだけ聞いても映画内で分かるのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。ですが今回のこの動画の説明で、まあ、理解が進むのではないかなと思います。はい、ここでねちょっとおさらいしておきましょう。まずは惑星アラキスですね、別名デューンと呼ばれる星が舞台。主人公ポールはベネゲセリットですね、先ほど言った超能力シスター軍団の出身であるお母さんの子供であり、未来が見える能力を授かっていた。未来もこうぼんやりと見える感じなんですね。そこでメランジという特別なスパイスの採取をめぐって、新しい投手となったポールたちのアトレイデ家と、それまでフレーメンを支配してたハルコンネン家の因縁がぶつかり合うという物語になっております。最初に見た時よりはだいぶ分かりやすくなったのではないかなと思います。はい、ではですね、ここからこの映画がですね超話題作の理由、ここをねもう少し掘っていきたいなと思います。ここのお話が前振りが効いてて、この映画がねいかに話題になるかっていう理由があって、面白い部分になってきます。まあ、でもちょっとコンパクトにねお話ししていきたいなと思います。好評だったらもっと深掘った動画を作っていこうかなと思います。一番最初にお話しした通り、原作は1965年なんですね。かなり前の原作です。その時代にこんな壮大なね銀河の星の物語を考えていたって考えると、やっぱりすごい作品だなというのがわかると思います。そしてこの映画ですね、1975年に一度映画化がですね企画されているんですね。その監督がですね、鬼才アレハンドロ・ホドロフスキーという監督です。この監督はですね、カルト的な映画で熱狂的なファンを持っているちょっと特別な変わった監督なんですね。彼の作品というのは熱狂的なファンもいるんですが、理解不能で嫌悪感を感じるような演出もあるんですよ。なので否定派もね多かった監督なんですね。そんな鬼才アレハンドロ・ホドロフスキー、彼がプロデューサーとともに超情熱的に人生をかけて企画した映画を一番最初に考えたんですね。それが1975年ぐらいのことです。
音楽とかメンバーもすごいですよ。ピンクフロイドが音楽を手掛けていたり、皇帝役にはですねダリですね、あのダリを皇帝役に決めていたり、そして映画の主演はですね監督自らの子供を決めていたりとね、ちょっとそれどうなんだろうなと思う部分でもあるんですが、ホドロフスキーとプロデューサーはですね多くの選手を集めて、実際にさっき言ったダリとかピンクフロイドとかにも許可を得たんですよ。これで映画を作れるということで一冊のね分厚い本を作るんですね。この本の中にはデューンのデザインだったりとか、シナリオ、カメラアングルとかね、あらゆる情報を詰め込んだ一冊の分厚い本を作ります。それをいろんな映画会社に配ったんですね。それによってですねこの未知なる巨大な SF 作品というのはどの映画会社もですね絶賛するわけなんですよ。この映画はすごいと、ぜひ映画化をしてみたい。ですがなんですが、監督がその記載ホドロフスキーだったら NG ということで予算が出ないということになっていくんですね。スタッフも集めた、構想でもすごく魅力的な作品になる、傑作になるはずだったんですが、いろいろ交渉していった結果決まらずにこの企画は断念されるということになるんですね。スターウォーズが公開されたのが1977年、デューンが企画されたのが1975年、デューンはハリウッド初の銀河 SF 超大作になるはずだったんですが、それが叶わなかった。しかしですね、それだけではこのデューンという作品が伝説になるにはまだ足りないんです。先ほど作った本は映画会社に配られたままになっていたんです。その後作られていく SF 作品にはデューンと似たシーンがですねいくつも見られるようになっていくんです。さらにですね、集めた選手たちは解散になったんですが、それぞれそのデューンが実現できなかった悔しい思いを持ったまま新しい映画を作っていくことになっていきます。でその活躍していった先でデューンに対するオマージュを感じるようなシーンが作られていくわけなんですね。この完成されなかったデューンという一冊の本は完成しなかったんですが、 SF 映画界に大きな影響をですねその後も与え続けていった始まりの本、聖書のような作品になっていくんですね。未完成ながらも影響を与え続けてきた。その後もですねこのデューンという作品は、デビッド・リンチが監督をして映画化になったり、2000年もですねドラマ化されていたりします。このドラマの方はですね賞も取ったりして、2も作られることになっていきました。ですがですねやっぱり期待値がある分、このデューンという作品にはハードルが高いわけなんですね。それがついですね今年2021年大規模作品として公開されることになったわけなんです。監督はドゥニ・ヴィルヌーヴですね。まあこの監督のことも紹介したいんですが、まあちょっとね長くなるのでそこは避けております。この監督の作品はですねどれもめちゃくちゃ面白いのでぜひ見ていただきたいなと思います。他にも監督以外にもスタッフもすごいメンバーを集めたし、俳優もですねもう超豪華俳優をめちゃくちゃ集めまくったんですね。今ここに載っている俳優さんたちはみんな一人で大作の主演映画を撮ってもおかしくないようなキャストをみんなで集めて作った映画になります。つまりこの新しく公開されるデューン砂の惑星という映画は単なる映画ではないんですよ。しかもですね先ほども言ったように海外でも日本でも試写会がもう行われて、評判がですねどちらも非常に高いんですよ。つまりこのデューンという作品は完成しなかったものの SF 映画界に大きな影響を与え続けてきた旧約聖書から新約聖書に生まれ変わる、まさに SF 映画史が塗り替えられる、その瞬間に我々は立ち会えるかもしれない。刮目せよ。ということでデューン砂の惑星、来週10月15日ついに公開、乞うご期待というところで終わりにしたいと思います。皆さんの好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイ。